もう そのままいけんのこれ。もう突入しましたよ。突入。というわけで第2ラウンドです。第2ラウンド始まったみたいで。よろしくお願いしますというのね。あんなに。いやもう、もうあなたがそのまま言うてるよ、それ。なるほど。まあ、それが、まあ、今日は多分、今日も使い物ならへんから。昨日も使い物ならなかったけど、今日も使い物ならんから。危ないね。うん。なんか喋りたか、喋りたかったっていうのも噛みました、僕。眠たいな。いや、喋りたかった、ね。今日朝から起きてるもんね。まあ、完全にまあ、遊びというか、自分のやりたいことやっとるからね。それはあんまり言えないですけど。その、ますみさんは、でも、すごく、ね、でも昨日のスケジュール聞いた時にちょっと引きましたけどね、僕。昼から、ああね。芸人やって、ワンコインワダライブ。芸人やって、で、岸畑行って芸人やって芸人やってのはずっと芸人やっとんねんほんまやずっと芸人やで、夜も夜は芸人まあ、愉快な人と遊ぶ愉快な人そうそう、愉快な人と遊ぶ芸人をやって、はい、やってましたねで、その後に帰ろかっつって二人で二人でゆっくり帰ろか帰るっていうあの、もう今日ツイキャスもうええかって帰る帰り人です、ね、その時の2人は帰り人でした帰っただけ帰っただけになりましたけど、まあ、そこからのまあ今日でうん、うん、もうさなんかあの後帰った後、はい、僕あのクッキーを焼くっていうしょうもないしょうもないあれ、あれは何ほんまも何ゲーム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  ゲームでただクリックしたりとか、うん、なんかそのまま放置したら、うん、クッキーを焼き続けるっていうゲームをただひたすらやって夜中4時半くらい寝ました2時間くらいそれ何楽しいですかあのね、多分なのね、多分まんなのなので一部の人だけやと思うんですよね、はいはい、僕ただ数が増えるっていう現象を見るのにすげえ興奮するんですよ興奮を覚えるそうそうだからそこにだからなんか100っていう数字がビビ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 ビって増えて100万くらいになったら、うん、へーしコレクター？何？コレクターっていう感覚じゃない。まだ違う。ただ数字は増えてるっていうなんか感情現象をただ見て、おお、って言って喜んでるだけやから、あの多分やばいやつやつ。あの太鼓の達人とかで、うん、めっちゃ上手い人がね踊りながら、うん、もう何百コンボみたいなのをどんどんなっていくじゃないですか。あ最初1、2、3、4、5、6、7、200コンボ、300コンボ。っていうのは、それので、ね、踊ってる人は興味ない、叩いてるやつもマジで興味ない、うん、というよりどっちか300コンボに興味がある。あ、やっぱりで、C って言うなら、それだったらその後の点数に興味がある。あー、なるほど、300コンボってなった時に。点数が、300コンボって言ってるのは、ヒヒって言うけど、その後の点数を見て、あ、稼いでんな。そこ普通に戻んね。稼いどんな、つって。変わるか。数数えたらいいじゃん。僕多分向いてるって。やばい思ってたけど、数数えるのは向いてるって、うん。自分で言うのもなんなんですけど。楽しい。楽しいというかね、あの、だんだん無になっていきますよ。なくなっていく。自分がなくなっていく。数しかもう、興味なくなっていくから、ほんまにそれこそ。それは言うとね。あー、どうも、ジョーマロさん。あ、どうも、こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっとお世話になった。あの大分の方でね、寄せさせてもらった時にね、温泉ね。あ、そうですそうです。でその方がね、うん、そのミスター大阪会さんと岡田さんと僕が見に行ったプロレスを大分からこう見に来てあったんです。大変よ。でそこであもし挨拶できたらよかったですねみたいなこと言ってたんですけど、その会場では無理やって。うん、でその次の日の単独ライブ見に来てくださって、ね。ありがとうございます。ありがとうね、あなたが言うから、ね。あなたが言うから、ね。いや、ありがとうございます。よかった。あ、でもちゃんとここまで聞いてくださるということは、はい、これでまた仲良しますみさんを見てもらって、仲良しますみさんのツイキャスだけの時も見てもらったら、もうこれをバンバンさい仲良しますみ、はい、そんなに飲めないです。今、ベロベロですわ。あの、はい、よくあるやつで、あの接待とかまで、ありがとうございました、お疲れ様ですって言って、その人が見えた、消えた瞬間に倒れるタイプ。バン僕、ズバーンってなっちゃうやつ。ありがとうございました、お疲れ様です。はーい、タクシー乗ろうかなー、ブーン、ダーッて、ダーッてなる。あのそのままなんかアスファルトでずっと寝てたあったの。
ありましたね。うわ、危ない。ありました。気ぃつけなあかんよ、それ。気をつけた方がいい。皆さん、接待気をつけなさい。接待はね。接待気をつけなさい。まあ、だいぶと、気を引き締めていかないか。気引き締めすぎて、自分が飲める量忘れるっていうね、良くないことやから。正直、僕、飲めないですっていうのは、それは、必要。うん、ぶっちゃけ僕、下戸なんで、それ以上飲ましたら、アルハラですよっていう、遠回しな意味も含めて、僕、飲めないですっていうのは、大人としては大事。まあ、ほんまにね、無理やったらね、皆さん、ね、大事なことなんでね。あ、今、横山光弘だと、今、指太なってますからね、指がパンパンになってますからね。あれ、笑うセールスマンさんですか、ね。笑うセールスマンさん、ダーッ、あ、登録させていただきます。わー、もう素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、どんどん広まっていくよ、夏美さんを知ってもらってる方が、ね、アイドルでね、ライブとかもね、出たりもあるんですよ、す役者もやってたりもする、今すごい偉そうなタイトル取ってるけど、そんなに大したことないです。夏美さん、全く偉そうなタイトル取ってないですよ。そんなに取ってないですよ、全く。ずっとダメたタイトル取ってると思うんですよ、ね、ちゃんと丁寧です。そんなですか、はい、よかったということでね、はい、ね、ラジオではね、来月は僕、あんな感じで、そうそう、来月、いや、いいですよ、だから来月は真面目ですね、これね、真面目な話、僕あれで滑ってました、滑ってないですよ、滑ってない、別にそこ求めてないですし、いや、なんか、邪魔しません、邪魔しません、邪魔してないです、邪魔してない、そう、司会がやりにくいな、このおかま、とか思わせてない、大丈夫です、本当に大丈夫です、片さん、聞きました、もううるさいな、もう。大丈夫ですって。僕が横におって大丈夫よ。大丈夫だよ。いやーね、大丈夫だ感じだと思うけどな。頑固やな、この人。ヘルさんの身を守ってるのを感じたし。何、分かる。いや、やめよう。え、身守ってないですよ、別に。お前ですか、じゃあ、池上さんが聞いてるからって緊張してないですか、大丈夫。ああ、全然。あ、でもそう。バカ。そういう風に言ったら、そういう風にしていることのように見せなあかんっていう風にしている僕が見えてまうやろうに。いろいろあるやろ、そんなもんは。ガキ。バカだね、ほんとに。ガキ。でも、ほんとに背筋はピンとなりますが、ね。じゃあ、後日怒られてないですか。怒られてない。そっからあんま当たってないし。あ、そうか。だって、昨日の話やし。あ、そうか、そうか。で、今日も気づいたら、まあ、別な、同じフロア内にはね、相方いたんですけども、今日顔合わせてないか、合わせてへんわ。そうそう、もう今相方走りに行ってますんで。何の走り？大阪城公園まで走りに行ってます。え、アスリートなの？え、一時マラソンやってたんですよ。あ、ダイエッターなんですか。ダイエッターというかね、相方ちょっとおかしくて、うん、まあ2年前かな、その1年の抱負的なものでなんか決めよったんですよ、うん、その1年の抱負の決め方が、この1年は自分がやりたくないことをやろうって決めたらしくて、それで考えた結果、マラソンやっていうことで、そこでマラソンしだして、そしたら先輩芸人の方も後輩芸人の方も、じゃあまあ僕もちょっと走らせてくださいみたいな感じで、何人かでそれも走り出して、それでやりたくないのにね。いやいや、いや、走りたい人もおったり、だんだんやりたくないって思ってたのに、うん、周りのやつがだんだんやりたいやつも集まってきて、ちょっとややこしくなってる感じ。というよりかね、相方やりたくないって言うときながら、やりだしたらね、別にね、あ、やれるやんって思ったりもするので。あ、そういう感じか。だからマラソン大会にも出たり、あ、よくありますね。そうそう、いろいろやってたりして、まあ、それがまた再始動みたいな感じでね、うん、今日からまたジョギングマラソンみたいなのを始めるらしくて、今花井東平さんとはい、いいね、一緒に、はい、ほんまに仲いい。その後また他の芸人の方も集まってるかもわかんないですけど、走ってるらしくって。花井東平さんほんまにお会いしてへんわ。会ってないですね。名前だけ聞いて、みそのでもお会いしてへんし。ほうほうほう、まあ、あ、え、みそのでも会ってない。会ってないです。へー。で、それって言ったら関西演芸協会でヘル、はいはい、職人の遺伝子で漫才やってる時の受付の入り口の門番やってるとこは見たことない。門番じゃない。それはやってる。誰もやりとかこんな持ってこないです。ここはこちらです。受付は関西演芸協会の漫才、受付は5回か4回になります。5回かな、4回か忘れてる。 4回になります。よろしくお願いしますって言ってるの花井東平さんって気づいただけ。
そうか、あれ誘導しないとちょっと分かりにくかったですよ、ね、そうそうそう、 1階その2階のホテルの受付とかがあって、 そっから抜けてのあのエレベーターに行き、エレベーターからその4階かなに上がって、さらにそこでちゃんとあのその関西演劇協会の受付を抜けないとダメみたいな。だから花井二等兵さんというものの本質はまだ掴めない。ああそうか、芸事やってるところをまだ見てない。そうそうそう、それで言うたらあのもうね、ヘルさんともちょいちょい話してるけどね、はい、僕もほら、NHKBK でお仕事してる時にたまたま同じ撮影の日にお会いするかせえへんかなって時に、ね、スケジュールが一切合わへんで、あのニアミスばっかりで、そうそう、花井二等兵さんが帰る時に限って僕が後で入るとか、花井二等兵さんが仕事してる間に僕支度してるから、僕が撮影の支度してる間に帰られてるとか、帰られてるとかね、もう花井二等兵さんというものがどんどん伝説化して、僕の中ですごい伝説化していくっていう。これね、でもね、あの真澄さんもそう思ってるかもわかんないですけども、うん、実はね、あの、はい、いろんなね、はい、方が同じような思いをね、はい、今してるんですよ。花井二等兵さんについて。すごいやつ、ね、それはなぜかというと、はい、難波白芸で花井二等兵さんの宣伝をしすぎてるからです。本人を追ってないのに、あの初見で入ってきた、あの難波白芸初めて入るっていう方が、何ですかこのつるっぱげのおっさんみたいなことで、難波白芸にはもう花井二等兵さんのブロマイドがもう所狭しと飾られてるから。確かにある。あれを見た初見の方が、なんでこんなにもこの人の写真があるんですかっていうことがあって、すごい人なんですか、この人は。そしたら、あの相方の池上くんも、もしくは僕がバーテンダーで入っている時もね、うん、いや、この方はですね、花井二等兵さんと言いましてね、あの松竹芸能の方ですごいんですよ、この方は。もうね、こんな感じでね、見てますけども、もうマジックもやる、口笛も演奏する、はい、ね、そしてマジック侍渋谷、そういうね、あの肩書きも持つ、いろんなこと喋ってたら、どんどんとね、その初見の人が、花井二等兵さんってどういう人なんですかってすごい興味を持ち出して、でも、うん、二等兵ですからね、軍曹より下ですから、ね、下ですけども、そんな人がマジックをやり、うん、口笛で演奏し、それ最終的にはアメリカのエンタメを倒すというか、アメリカに対してとてつもないこう野望を持ってる、うんうんうん、どういう人なんですか、ね、留学とかじゃない、留学とかじゃなくてもアメリカを倒すって言ってるから、ね、スーパースペクタクルライブエンターテインメントSSLE こっついな、これをね、僕らがあの初見のお客様に埋め込みまして、うん、花井二等兵というものを、そしたらその方たちは自分の中で作り上げた花井二等兵を持って帰って、どんどん日々あの育てていくんですよ。花井二等兵とはどんなもんやよ、花井二等兵って人はすごい人なんやな、そうすごい人なんやっていうのを埋め込まれて ね、全然埋め込まれてないわ、死んでるわ、死んでた、っていうことをやってね、まあ、いろんな方に花井二等兵が知ってもらう。花井二等兵さんってすごい人なんですね。すごい人なんですよ、それは。ハウリングしてる、これ。ハウリングしてるよ。ハウリングはもういいね。頭でピアニカの演奏をする人らしい。あ、これね、あの、師匠と弟子というね、あの、西根田タイガーさんと、その花井二等兵さんでね、あのユニットコンビを組んでまして、はいはいはい、師匠が花井二等兵さん、はい、で弟子が、うん、西根田タイガーさん で、はい、で西根田タイガーさんはあのおでこでね、こうあのピアニカ自分でこう弾き合うんです、ファファファって、それを花井師匠のおでこでやるとめちゃめちゃスムーズにね、プルルルパーパパーパパーパララララって風天の寅さんすごいトゥルルルッとこういける、それは名人芸です。それは花井二等兵さんの方が若干頭髪が薄いからってことじゃないですね。そういうことじゃない。師匠ですから、ね。師匠だからですよ、ね。師匠っていうことの話です。師匠だからですよね。うん、そんなこんなで、うん、ちゃんとテレビにも出てはったりもします。そうですね。それはほんまにすごい。そういうね、芸事が。あの、ほんまにすごいから何も言えないですね。何も言えないですね。それによってのね、なんかそういうことをね、あの、初見のお客様にどんどん埋め込んでいくから。あ、そういえば確かに見たことありますわっていう人も増えてきてるんですよ。ほんまか？そうそう、いや本当に本当に。あ、確かに関西ローカルでは見ますか、ね、そうそう、関西ローカルでもそうですし、僕もたまたまテレビつけたら、そうそうそう、あれって出てますから。花井二等兵、
しかも今まさにね、その今をときめく関ジャニ∞とも何度もそういうね共演がありますから、はい、若い子も知ってる、ね、朝ドラも出てる。そうですよ、ね、朝ドラの方はもうあんまり分かりにくかったりしますけど、ね、知ってる人からしたら分かるけど、ね、一発で分かるでしょうね、うん、まあ、そんなこんなの花井二等兵、そうですね、その前後で僕らが、僕と花井二等兵が行ったり来たり、花井二等兵さんが出てるっていうのすごい、ね、なんかシンパシーを感じますね、うん、なんか。なんか同時にね、その画面上に2人が並んでるの見れたらもう最高ですけどね。あ、それはね、民放でやりました、それ。あ、あの知らない、皆さんが知らない人に、実は花井、僕は知ったけど、花井二等兵は僕知らないことで、はいはいはい、あ、なるほど、時に、なんか民放でお仕事になった時に花井二等兵さんがおって、花井二等兵さんやと思って、まあ、ほんまにおんねや、おるよ、そらおる、ほんまにおんねや、土の子みたいな言い方やめた、すげえっつって、で、もうね、それで一緒にお仕事した時に多分どったもん、なんかシーン的には一緒になってる可能性がある、はぁ、でも多分皆さんはもう見ることはないだろう、だいぶ前、はい、もう1年以上前です、ね、あら、わあ、もったいない、なんかその時、うん、この人めっちゃ仕事してんなっていう人とも会えたしなんか、うん、なんやろ、僕がちょいちょい一緒に仕事してる人がみんな集まったんですけど、うん、その時のその民放のテーマが、はい、なんか奥さんが浮気してる、旦那さんが浮気してるって思ってちょっといろいろ調べたら、その旦那さんが実はめちゃめちゃ変態の人で、はあ、その趣味があるっていう、あっていうことになって、はあ、その女装趣味があるっていうので、その仲間たちの仲間、うん、なるほど、仲間、その中に仲間 A、 花井二等兵さんも仲間 B、で、僕が花井二等兵さん仲間に入ってたんですか。仲間ですね、変態の仲間に入れられてましたね。ただ、花井二等兵、女装ではないです。あ、じゃなくて、変態のなんか、そういうサークルとかに集まる人たちの仲間 A、B さん、C さんみたいな、なんか僕、赤ちゃんプレイが好きな芸人、なんか、なんか人のをあやす男っていう役をやらされたけど、そのシーンは死にましたね。死にました。僕も確かにそれ使われたらちょっと恥ずかしいな、うん、あ、おっさんをちょっとおっさんめでるおっさんっていう、はい、もう訳分からへんなと思いながら楽しかったけど、さあ、もう A としたらね、そのテレビ画面上の A としたらちょうどいいかも分かんないですが、うん、実際はおっさんとおっさんかも分からんけど、そうそう、あと悲しかったのが、全員が役として変態やってんのに、うん、僕だけこのままの格好でこのまま行ってそのまま通ったっていうのは嫌でしたねイコールそれ自分は普段から変態やみたいな、そうそうそう、変態認められたみたいなことになりますからね、そうそう、なんかノーマルで変態っていうまま生きるっていうそのまま生けたっていうのはね、衣装さんもうーん、オッケーですね、そのまま生きましょうって言われた時に、その後にメイクさんも言ったけど、うーん、まあちょっとだけ直しましょうか、ちょっと気持ち直されただけそれも嫌ですね、それでゴー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 、なんてことやと思ったなんてことやと、素晴らしい、クオリティが高かったということです。まあ、よかったです ね、 ね、まあ、趣味でやっててよかったはい、特にコメントは特になんか、僕らの、愚痴を愚痴でもないですよ、それ、うん、まあ、花井二等兵さんのね、宣伝、なぜか花井二等兵さんの宣伝してますよ、やっぱりあの人は伝説ね、伝説やな、これは味はどうなんだよ、なんかだから来月は次どうしたいですか、僕はだから、もうそれ素直にですよ、だから今回は一応ね、そのミスター大阪海津さんがおったら、まず行った3人でのプロレストークで、うん、で今度プロレス初めて見に行くんですの仲良し増美さん、うん、で初めて見に行くのに対してなんか心構えとか何かいりますみたいな質問のやり取りがあれば、なんかそれもまたええかなと思ってたんですけど、うん、はい、それがなかったわけじゃないですか、見終わった後ですか、そうそうそう、次はもう見終わった後でこう思ってたのがこう違うかったとかね、ああ、スパイトで人はどついてなかったし、多分どつかへん、急に海に連れて行って、うん、なんか海で落としたりとかそんなね、壮大なのは多分ない、でそんな泳げないんだ俺はって言ったから、え、マジで泳げへんのお前って思って急に助けようとしたら、その手をグイって引っ張られてズルって引かれて向こうの方ザバーンって、ザバーン見ろってんだよ
バーカって言って魂打ちに合う。ビーバップハイスクールみたいな感じのことになってますけどね。僕はそういうイメージ。あ、そういうイメージ。の海外プロレスのイメージ。ヤンキーの構想みたいな感じにも見えるけど、それ。なんか、池上さん、走り終わったようですよ。ああ、終わったんですね。もう多分帰ってきて、だいたい約1時間ぐらい。そう。1時間も走ってる。1時間走ってると思いますよ。僕ね、最近悩みでほんま、1時間くらい走ってた。膝がいい。なんか、何ああ、押して押して、閉じるって押して、閉じるって押して。閉じるって押して。大丈夫、よかった。もう、膝言わすんですよね。ああ。曲げたり伸ばしたりしたら、ビリビリって言ったもんね。ビリビリ。あれは、そのスニーカーが合わへんとか、なんかこう走り用のやつじゃなくて。確実に僕、大脚やから。ああ。それでやってんのかもしれない。大脚とかか。ね。走るね、その、なんていうんですか、もう、そのスタイルじゃないけども、どういうのがいいかな。格好じゃない。格好じゃない。何どういうがいいの？スタイル的な、ね、スタイルでいいの？うん。なんていうか体硬いしね。もうそんな話どうでもいいですよ。あ、そうじゃない。そういうじゃない。来月の次ヘルさんどうするんですか？手札は。手札っていうかまあそのまあ今その見たプロレス団体のプロレスの感想と。まあ喋ってたら終わりか。結構2時間長いなと思ってたけど。なんか早かったですね。僕正直。プシッなってたら、なってる時間を省いたら、まあまあ、長かった。なんかそんなに短くなかった。そうそう、それなりにみんな喋ってましたし、で、メッセージもいただいてるから。あれに解散入ったら、多分もっと2時間もうもっと短くなりますよ。逆にも、攻めなあかんでくらいの。ああ、そうそうそう。こっちの出せるところがなくなってくるんで、ちゃんと隙ついて喋らなあかんっていう感じね。そうなってきたら、もっと勉強になりますね。ああ、それはほんまそうやと思います。解散のところはよりね。だってやっぱりここ、やっぱ師匠の匂いを感じますもんね。そら確かに。正直ほら、ラジオ終わった後に解散と合流した時に、なんか、立ち居振る舞い見た瞬間にすごい師匠の匂いを感じましたもんね。確かにね、大人な、なんか、大人の対応。そうそう。あ、吉本の師匠の匂いすると思いながら。あ、そう、フォームや。フォーム。走るフォームをね。それは置いといて。そうそうそう。でも解散が入ったらより、ね、喋る場所がなくなってくるからもっと頑張らないといけないですね、うん、でも絶対もう振ってくださいますからね。分かったことは、演芸協会の人もみんなええ人やなと思った、もう僕なんてどういうこと？僕なんて雑に扱ってくれへん。僕ですら雑に扱ってくれへんでちゃんと丁寧に振ってくれるから。あ、そうそうそう。だから、たまたまヘルさんに振られた時にちょっとびっくりしてしまったっていうのは僕の範囲ですね。ヘルさんから振られるっていうのは予想してなかったのが僕の失敗です。あれはほんまに失敗です。いいじゃないですか、それ。まあ、その僕が振るっていうのもちょっと、まあ、なんていうんですか、イレギュラーなところですから。ちょっとイレギュラー。だってメインの人としてはちゃんと岡田さんがおるから、それを、まあ、ある意味僕が取ったじゃないけども、こっちからも来るよみたいな感じの牽制球がこう、牽制球ピッてこう、で、立て上げた瞬間に、用意してなかった、バババババババっつって、球を拾わなかった球を岡田さんに拾われ、拾っていただくっていう感じになる。それがまたね、いい具合になろうぞ、それはそれで。危なかったですね、あれもね。いい感じです。まあ、岡田さんやからね、またそれもうまいことね、処理してくださいますし。なるほど。だから、やっぱ、芸人さん2人おったら、すげえこんなに楽なんやな。でもまあ変わるとは思いますね。何かしら。なんか一昔前にすごい芸人さんと、うん、芸人さんって言っても別にフリーでやってるよくわからない人とやった時、はいはい、すげえしんどかったなんかしんどかったんですね。なんか僕がなんかちょっとなんやろう笑かそうっていう気はないんですけど、まあ、いつもの感じで喋ってたら、ダー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 って。何これ？ね、そうそう、それ。笑われたんですよ。なんか、僕は、まあ、こうなんですよ。ダー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 って言われて、怖い。怖いよ。いや、この人って。そうそうそう。なる。ってなったから、それでちょっと、お笑い芸人にとって、こんなになんかなんか分からへんけど、なんかなんかよく笑いけど、勝ち時を上げるくらい笑うんやなって思って、ちょっと怖いなあれ、勝ち時って実はあれらしいですね。え、戦争行く前に上げるらしいですね。あ、そうなんですか。あ、聞いたことあるかも。そう、もう勝ちをもう確信した状態で、そのテンションで行くぞみたいな。今やってますよ。えいえいわ、えい
えいえいおーっえいえいおーっコブコブコブする、そうそうコブする勢いで勝ち時って最初にあげるらしいですね。あまあまあっていう気持ちはわかるけど、うん、いいテンションやけど、うん、じゃあ勝った後どういうねん。そしたらもっと倍くらいやんじゃん。うわぁぁうわぁすごいうるさい。さすがに横のスナックのママさんも怒るんちゃう。いやもういないですよ。あもういないです。この時間ですもんね。もういないです。だからなるそういうのがあったから、うん、なんか芸人さんって笑うときすごいおたけびあげんねんな、うん、勝手に偏見で思ってたから。それはね多分ねあの笑うとけ笑うとけってね適当に言われた結果ですよ。たまにね、そういうのもね、言われたりもある。まあ、そういうのも、ハマるときはあるかもわかんないですけど。まあ、でも、だから、笑うとき、笑うときもそうやけど、うん、その、絶妙に笑うそう、絶妙なタイミングじゃないと成立しないから、ね。笑ってるから、あ、ここで笑うんや。と見ながら、僕も笑って、一緒に、ふふふ、つって。多分、間違えてるやつやと。へへへ、つって。へへへ、岡田さんが笑ってるから、僕も笑う。あ、ここで、あの、正直もう、っていう状態やったけど、ぼーっとしてたけど、あ、岡田さん笑ってるから、笑わなと思って、へへへって、頑張って、あの、なんか、そこに笑えずな、勉強やと思って、勉強チャンスだわ。食ってテンション上げて、作ってるというか、あの、こね上げた感じ、積み上げた系は、積むわ、積んだっけ、ちゃんとね、気持ちを積み上げて、ペってね、重なって、重なって、積み上げて笑った感じ。で、それでへへかい、それででへへかいだ。まあ、いろいろとね、だからその、まあ、考えていくのも、ね、ヘルさん半分くらいから身移ってたんですよ。そう全然もちょ、もちょ、よ、よ、あ、てか僕がこうやったんですよね。こうやったらね、オッケーオッケー、片足落ちへん、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、こたつ、うん、大丈夫です。でもまあ、なんだかんだね、うん、絶対もうそのプロレスを見るわけじゃないですよ。はい、見たら、そらもう絶対感想、あと3分やから、早っ、あと3分やから、プロレスのことをまとめてください。プロレスは、はい、3分やから別にそんな、あ、そうです、そんなに告知せえへんやったら、告知という告知は、告知先にしてからプロレスの話します。まあね、そうしましょうか。何でしょうね、あ、19日はね、2月の19日、日曜日は、またあの昼寄せがありまして、あ、まあ、道頓堀のね、ナンバーは道頓堀のザザポケッツで、はい、うん、ポケッツかな、ハウスかな、あ、ちょっと忘れましたけど、はい、まあ、お昼から、はい、昼寄せワンコイン、笑える500円で見れるやつに出ますので、まずその後、次の日、2月の20日は、はい、我々地獄の遺伝子が司会業として、道頓堀歌謡オンステージ、こう歌謡ショーの司会を、林健二さん、そうです、林健二さん主催の、そうそうそう、知ってたわ、そう、この前 の、 あのラジオでも言いましたけども、綺麗なカツラかぶってましたね。ああ、もうね、またね、ピシーってなりますから、そこで。大衆演劇的な観点で見ると、うん、はいはい、またえらい高いところからカツラ買いはったんやなこらこらええやつや、そらもちろんどやらええのかぶりはったんな、めちゃくちゃいいやつですよ、そら。また着物あれね、あの生々しい話やけど、うん、多分着物あれってね、特注で作るんですよ。あ、そうです、そうです、デザインね、はい、うん、いやもう高いですよ、そらも、ね、あんま言わんけど、いえ、もうそらもう通天閣の貴公子というね、そうそう、ちゃんと女通天閣のイラスト入れるだけでも、うん、単物1個作らなあかんってなった。もうそらもうやめましょう、やめだからそれぐらいもう通天閣を背負って、いけいけ、ね、そして道頓堀をいざまた背負おうかという形で、最初は林健二さんの、上手ですよ、ね、はい、火曜オンステージ、はい、そちらの司会の方もね、させていただくということで、また詳細などはね、あのツイッターの方にも、あれ、詳細は、え、あ、まあ、あの12時会場、まあ、ちょっと時間がなくなってきそうやから、あれ、あ、まこね、まこ、まこ、まこ、そうなんです、でね、またね、そんな形でやってますので、詳細は、またツイッターの方で見ていただきたい。あと40秒。まあまあ、まあまあないよ、やっぱり。おい、はい、ほら、間違えた。お店やってます。よろしくお願いします。洋式喫茶館から、ね、はい、何の話だったっけ、次。結局告知した後にプロレスの一部、プロレスは受けの美学、あの鉄パイプは使わへんって信じたい、あの、え、なんかオイルとか巻いて
何かヒートとかつけます？それつけないです、つけないです。ファイヤーデスマッチが。大仁田敦史さん対佐々木健介さんの試合では、マジックで使うような綿のやつで、ブワッてこうね。そんなんありましたけど、それは今回ないと思います。ない。今回見るところの。